本さん、こんにちは。こんにちは。今日ですね、はい、僕らが使ってる、はい、アイアン i210 の、はい、まあ、シダレビューみたいな感じで、まあ、散々も使ってちょっと僕鉛ペタペタ貼ってるんですけど、はい、ちょっとこの打感とかさ、はい、見た目とか、まあ、そういうのを、はい、まあ、結構使ってる選手多いじゃないですか。いや、今一番多いかもしれないよね、はい、で、まあ、女子プロをね、まあ、渋野選手とか、はい、鈴木愛選手とか、まあ、男子プロも結構使ってて、まあ、男子プロでも使えて女子プロでも使えると、はい、まあ、操作性も良くてっていうのを、まあ、ちょっとこう、まあ、気になってる人いると思うんでね、はい、ちょっと見ていこうかと思うんですけどちょっとまっちゃんさ、まずちょっとこの見た目というかさ、はい、見た目ですね、うん、この、まあ、フェイスとか 見てもらうと、はい、こう、まあ、スコアラインの一番下にこう、ね、白い線が入ってて、まあ、こうやって、まあ、構えた感じちょっと見てみて。そうするとさ、はい、でまあ、顔もさ、まあ、そんな大きくないしさ、そうですね、まあ、大きすぎず小さすぎず、なんかどちらかやっぱ安心感はどちらかというと見て安心感あるよね、はい、そうだよね。でこうなんていうの、ステンレスなのかな、ちょっとその辺まではよく多分ステンレスだと思うんですよ。ステンレスだよね、はい、でそれで打感を良くするためにここに樹脂が、はい、まあ、入ってるんだけど、まあ、打感、まあ、正直なねことをねこういろいろ言っていこうと思うんだけど、まあ、僕前、はい、三浦技研のあそうずっと、まあ、結構長く使ってました、ね、アイアンを 3,4 年使ってたんで、まあそれから比べるとね、やっぱりちょっとこう、はい、当たりがボケるというか、あっていうのは正直あります。まあ、はい、でもボケって距離感が出ないかっていうとそんなこともないし、はい、なんせこうこのアイアンにしてよかったのが球が上がるの。あこさんなんか一段と上がるようになってイメージありますね。上がるよね。はい、これにしたらね、すげえ上がるのよ。はい、で、あの打感もそこまで悪くない。うん、まあすげえいいってああいう、まあ、水野とかさ、はい、三浦とかに比べたらくっつく感じはちょっとなんか弾く感じはあるんですけど、そうですね、はい、やっぱりその結果がすごいいいからもうすぐチェンジしちゃったね。和子さんって、うん、結構アイアンちょっと試してうるさいじゃん使って、うん、やっぱ三浦だな、そうだね、使ってやっぱ三浦だなって、うん、結構繰り返した中での変えたクラブだから、そうだからずーっと三浦使ってたのにこれにはチェンジできたんですよ。結構すんなりいきましたよね。すんなりいきましたね、はい、そのまあこれを買ってもらって、はい、まあ、使ってるんだけど、はい、もう本当に合うってはこれいいと思って、で来角は僕のはこう標準かな、黒でしたっけ、黒、うん、もともとね赤だったんだけど、まあ、ちょっとこう、うん、ちょっと調整して黒と同じ来角に、はい、あそうなんですね、うん、してます、はい、じゃあちょっとねまずは打ってさ、はい、この音とかね、聞いてもらって、はい、まあ、あんまり変なことないと思うんで、ちょっと打っていきます。はい、わかりました。はい、じゃあちょっと、はい、僕、この7番やん、はい、打っていくんで、はい、ちょっといきますね。お願いします。まあ、それなりかな。ちょっとノンターフだったけど、そうですね、うん、ちょっとじゃあ僕のイメージは、うん、真帆さんそのアイアンに変えてあんまターフを深く入らなくなったイメージも入らなくなったね、はい、やっぱりこれバンスがやっぱり結構ねピンのアイアンってあるんですよ、はい、あそうなんですね、そうだから地面に当たった時にスパッて抜けてくれるんだよね、はい、あそれでターフがじゃあ前よりも抜けなくなったし、そのすごい打ち込みに行かなくても、はい、なんか今みたいな当たりってさちょっとかすった感じするんだけど、はい、それでも距離がいってくれるから、ああ、うん、そうか、じゃあそこまでがっつり入れに行かなくても入れに行かなくてしっかり飛んでくれるから、はい、だからすごい楽になりましたね。じゃあちょっともう一球ちょっとここにカメラ置いてね、近くに置いて、うん、ここに目の前に置いてちょっとやっていきましょう。はい、じゃあちょっと打っていきます。いいショットだね。気持ちいいですね。うん、音取れてるかな。うん、でこれ今2球打って、はい、その音とかね、はい、聞いてもらったと思うんですけど、決してその弾くような音じゃないし、そうですよね。そのまあ食いつくわけじゃないけど、まあある程度の食いつきもあるし、はい、まあやっぱりさ、見た目もやっぱりいいしさ。見た目いいですよね、本当に。うんうん、
なんかそこまですごく難しくも見えないですし、そうだね、かといってなんかなんだ、うん、飛び過ぎちゃうなみたいな、そういうのないね、イメージもないですし、うん、そうそうそう、ヘッド自体やっぱりすごいいいと思う。そうですよね、うん、間取ってるんで、うん、だから悩んでる人いてね、もしこうちょっと僕らのねこの感想みたいなね、まあいろんな動画で上がっ、皆さんのね動画で上がってると思うんだけど、はい、こうやってなかなかこう芝から打った音とかはさ、あ、なかなか聞くことできないですね。聞くことできないから、はい、芝から打った時にこうどういう反応するかとか、はい、まあ、どうしてもマットの上だとさ滑るじゃん。そうなんです、ね、ちょっと分かりづらい部分って結構ありますもんね。あるからさ、そうこの芝から打った感じの、はい、まあその音とかを聞いておいてもらえれば。まあいい感じに、まあ、抜けてるんで、はい、うん、まあ優しいっすよね。いや本当に優しさ、僕は、うん、アイアンがそこまで、うん、こうまあ、得意じゃないというか、うんうん、あの感じはあるんですけど、うん、このアイアンに僕も変えてから、うん、なんかアイアン結構好きになったというか、いいよね、そこまで、はい、苦手意識もなくなったんで、まあ、優しさももちろんありますから。そうだね、はい、ちょっと僕4倍も持ってきてるんで、はい、ちょっと4倍もやちょっと打っていきます。わかりました。この4番やんね、はい、4番やんちょっと打っていきますけど、はい、まあ、4番やん入れてる方ってね少ないと思うけど、なかなか今は結構少ないかもしれないですけど、うん、そうでもね、僕がこの4番やんを、はい、こう入れれたっていうのは、はい、球が上がるからなんですけど、はい、このアイアンを使う前はやっぱりその中空のね、あ、そうですよね、あの中空を使って、そう4番アイアンでカーボン入れてやってたんだけど、はい、まあ、このアイアンにしてこのまんまのその同じ流れで入れるようになったから、やっぱり感覚変わんないから、感覚変わんないからやっぱりすごいいいですよね。そうですよね、はい、なんでちょっと打って、これもちょっと一球後ろから、そうですね、ちょっと、はい、いきますか。でちょっと後ろから、はい、お願いします。打っていきますね。はい。めっちゃいい入り。めっちゃいい入りしたね。まあ、大体これで200ヤードぐらい。あ、200ヤードぐらいですか。200ヤードぐらいですね。で、これも、まあ、ちょっとカメラ近づいて、はい、これもちょっとね、近くで音をちょっと聞いてください。わかりました。じゃあもう一球ちょっと近くで、うん、聞いてください。めっちゃいい。俺めっちゃいい球だね。もうびっくりするぐらいいい球出たね。はい。一度戻します。はい。聞いていただけましたでしょうか。僕の最高の4番やの音。最高の4番や。本当にね、音もいいし、はい、あの打った感じも悪くないしさ、はい、球も上がるし、やっぱりすごいいいんで。もういいとこ尽くしですね。なんかね、他のアイアン、僕は、まあ、さっきも話したけど、はい、いろいろ打つんですけど、はい、結局三浦に戻ってたのがこれに変えれて。そうですね。やっぱり家にね、何セットもあるんですよ。僕ん家にもありますよ。シャンチにあるね。そうだからやっぱり、これのね、新しいモデルが出るまではとりあえずこれでやりたいと思ってるし、あれですか、これ購入するときも、うん、あのセットじゃなくて一本一本選べて、そうなんですよね、購入できますよね。そうだから、まあ6番アイアンからピッチングまでとか、はい、まあ、僕みたいに7番アイアンまでマッチャーみたいにね、できるし、できますし、ピンのクラブってね一本一本頼めますから。そうですよね、うん、そこもまたいいところですよね。そう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 、あの本当にこうプレイヤーのことをね、あの、はい、考えてくれて、あの販売してますよね。そうですよね。別にピンさんからねお金もらってるじゃないんだけど、あの自分でね、まあ、僕は買ってもらって、はい、あの使ってますけど、はい、回しもんじゃないんですけど、いいクラブなんで。ちょっとじゃあまっちゃんもね同じクラブ使ってるから、はい、僕もまっちゃんのショット聞いてもらいましょうかね。あの、うん、見ていただけたらいいなと、うんうん、そうだね。じゃあちょっと顔対しましょうか。わかりました、はい。じゃあまっちゃんは7番アイアンから、はい、7番アイアンまでしか入ってないです。7番を打ってもらいましょう。ダブル持ってます。あ、ダブル持ってます。優しいやつだね。、はい、まあ、ダブル打ってて45度だよね、ピン。そうですね、ダブル打ってね、はい、じゃあダブル打ってもらいましょうか。まさかダブルかと思わんかったよ。いや、それちょっとやったんすよ。やったね、騙したね。やったんすよ。じゃあいきます。はい、聞いててください。
音だね。いい音ですか。ピッチングとかもさ、まあ、W か、はい、やっぱりさ、はい、音大事だし、その今とかもさ、はい、こうすごいいい入りするよね。なんかバウンスが効いてる感じするよね。効いてる感じしますね。僕ウェッジなんかもバウンス結構広いの好きなんで、うん、そういうので言うと統一性もありますし、うん、はい、そうだね。ちょっと見せろ。W ね。W。W です。R210。はい。いいよね。いやいいですね。本当に僕も本当にさっきも言いましたけど、うん、本当にこのアイアンに変えてから、うん、アイアンのなんて言うんですかね。体のパワー広いなったもんね。そうですね。アイアンにやっぱ自信が自信が出てきたよね。出てきましたね。ね、そうすると余計よく多分なってくるので。うん、なってるよね。はい。ちょっとまっちゃんのさ、はい、W の使い音ちょっと聞きたいと思うんで、じゃちょっと近く寄せます。はい。まっちゃんの W の音聞いてください。W の音いきます。どうでしょうか。いい感じで入ったね。いい感じで入ってますかね。いい感じで入ってるよ。やっぱりいいよ。いや、やっぱり、うん、なんですかね、そのマッスルバックのアイアンだとか、うんうん、で結構きっちり入れていかないといけないですけど、ね、これは多少手前から行こうって気持ちがあっても幅あるよね。幅がそうなんですよね。結構ミートしてくれるんで、ね、だからまあアイアン買うのに悩んだらさ、はい、まずはちょっと一回打ってほしいよね。そうです。なんかシダとかでも あればそうそう、あのピンさんはね、レンタルあるんですよ。何日間でいくらとかって。あ、そうなんですか。そういうのもレンタルして売ってると思いますし。ああ、それいいですね。そうそう、まあシダのさ、そのマットの上からとかじゃなくてさ、はい、コースで打つとよりそのバンスがあるクラブっていうのは助けてくれるから。そうですね、うん、よりこのクラブの機能性を、そうそう、活かせる作りしてると思うんですよ、コースでやる。そうですよね、うん、だからそれをね、ぜひ、マーシモンじゃないですけど。いや、本当にもうマーシモンレベルの、マーシモンレベルの踏み方でね。他のアイアンのことを言えってことでね。でもね、いいクラブなんで、はい、まあ、皆さんもね、こうちょっと手にして打ってみてください。はい、はい、こんな感じで大丈夫ですか、マッチャ。まあそうです、7番アイアンいらないですか。マッチャ7番打つ、最後最後ね、最後おまけで、じゃあちょっと1球だけ、1球だけね。じゃあ1球だけ、最後1球あるんで。すみません。マッチャの7番アイアンね、まあ、7番アイアンがもう一番長いクラブだからね、アイアンで。そうですよね、うん、よし、いきます。はい、最高です。最高ですか。最高です。ありがとうございます。内緒でした。ありがとうございました。